テクノロジーズの渡辺聡太ですはい、プラクトンベンチャーズです、はい、今日はですね、あの、草間ネットワークのパラチェーンオークションについてお話をしたいなというふうに思ってます。はい。えっと、草間っていうのがポルカドットの、えーまあ、R&D チェーン、まあ、これもメインネットなんですけれども、ついにあのパラチェーンっていう、他のブロックチェーンが草間ネットワークにつながってくる。 タイミングがやってままいりましたかなりあのエキサイテッドなニュースで、みんなエコシステムの人たちはこれを待ち望んでいたというような形ですね。で、あのギャビンウッド、まあ、イーサリアムの創業者であり、ポルカドットの創業者でもある、えー、ギャビンウッドがあのこのクサマパラチェーンロンチに向けてみたいなあのトラッキングイシューみたいなのを出してたんですけど、まあ、ほぼ実際にこう。 何ですかねあの、チェックが入っているような状態になっています。えー、来週にはあのー、このオークションが発表されるんじゃないかというように言われていますで。実際に他のこのテックの部分はほとんど完了してますね。で、今回はまずそのオークションが、まあ、何なのかっていうのと、どうやって動くのかというのと、まあ、どうやって参加すればいいのかっていうところをお話ししていきたいなというふうに思います。 今回もあれですけど、まあ、あの通常会通りであのディスクレーマーとしてはこ情報提供ですよというところなので投資勧誘等ではございませんというところをお伝えしておきますそうですねえっとありがとうございますで草間のパラチェンオークションがあのやってきているんですけれども、まあ、そもそもパラチェンオークションってなんぞやみたいなお話をするとえー 草間っていう大元のチェーンにいろいろ今後我々のブロックチェーンとか他のブロックチェーンとかつながってくるんですね。でこのつながるときに何でもかんでもじゃあつなげるのかっていうとそうでもなくて、あのー、オークションがあって草間の場合その KSM トークンを集めた人順につながれるんですね。で やっぱりその自分たちのチームだけで KSM トークンを用意して入るとあの、なかなかまあ勝てないので、コミュニティの周りの人たちから KSM トークンを集めて、その集めた KSM トークンで、そのオークションに入札するっていうやり方が一般的に取られます。で、重要なのが、あのー、この集めた KSM トークンは、実際にそのパリティテクノロジーズが開発した えーまあ、スロットって言われる場所に保管されるんですね。で、まあ、最長で11か月つなげるんですけど、ブロックチェーンを。か11か月後にもう一回オークションに入り直さないといけないですね。うん、1か月後に、うんえ、ロックしたトークンは戻ってきます。だ例えば、鈴木さんが 10KSM 持ってて、えー、プラズム、まあ、シデンって言うんですけど、われわれのブロックチェーンは、シデンの、えー、パラチェーンリースオファリングに入札をしたと。 そしたら11ヶ月後に鈴木さんはそのトークンが、まあ、ほぼトラストレスに返ってくるので、まあ、実際にそのプロジェクト側のいいところとしてはユーザーの資産をコントロールしないでかつ、まあ、秘密鍵もちろん持ってないので、あのー、鈴木さんの資産をプロジェクト側が動かせないということになりますなので<や>のノンカストなでやるすね。そうですねうんはい、まあ、ここって結構重要なところじゃないですか そうですね。はい、で、えー、っと、まあの、多くのプロジェクトはコミュニティから KSM トークンをこう集めて、えー、入札をして、買ったらパラチェーンになるっていうことをやります。でですね、あのみんなオークションオークションって言うんですけど、あのー、正式にはパラチェーンリースオファリングって言います。 でこのパラチェーンリースオファリングに、えー、オークションとクラウドローンっていうこの2個が入ってるんですね。ここはちょっと私も分かってなかったかもしれないです。はいはいあの。クラウドローンがあって、オークションがあって、この2つのことをパラチェーンリースオファリングって呼びます。この場合、クラウドローンとオークションは何が違ってるんですかねいい質問ですねあの。クラウドローンで基本的に えー、プロジェクトは KSM トークンを、あのー、コミュニティからこう委託してもらい委託って言い方よくないな、あのー、集めますでこの集めた KSM トークンをオークションで使うってことですねえっとそれで重要なのがこのクラウドローンで集めた KSM トークンはいくつものオークションに使えるんですよ うんうん、でも、うん、オークションっていうのがあって、勝者1人だけなんですね。あのいろんなブロックチェーン、うん、パラチェーンが入札しますと。ただ、1人だけ勝った人がつなげると。なので、このオークションっていうのが2週間に1回くらいあるって言われてるんですよ。なるほど、これ、オークションは全何,何,何回くらいあるんですかね、草間においては100。100回くらいですね。今年中に、うん、まあ30、40回あるだろうってギャビュンとは言ってました。 じゃあ、毎回、えっと、勝者となる、まあえっと、ブロックチェーン、だからパラチェーン候補のブロックチェーンが選ばれていく一行とってことですね。すすなるほど<で>それか、うん、彼らが、えっと、そ,のそのオークションに参加するためには、事前にクラウドローンをしておかなきゃいけない、まあ直接オークションだけでもいいんですけど、そうするとまあプロジェクトは勝てないだろうなと思います。 あそういうことですね。なるほど。持っている草間の数が重要になってくるので、KSM トークンか。なので、はいえー、KSM トークンが、持ううち KSM トークンが少ないプロジェクトは、少なくともクラウドローンを使って、コミュニティから、えー、KSM、うんえー、のコミュニティの力を借りながらっていうふうにいいですかね。はい、で、はいえっと、オークションに臨むと。なるほど、なるほど。わかりました。<で>はいはい。あのー、もちろん、KSM トークンを、 われわれのためとかにロックしてもらったら、われわれはそのネイティブトークンを配布する。なるほどオークションに、クラウドローに入ったタイミングと、入った量に応じてトークンを配布するってことをやります。なるほど。じゃあ、ここが一つの,あの、あれですね、えっと、ポイントになるポイントですね。要するに、どこのプロジェクト、パラチェーンに、えっと、何をどうするかっていうのに応じて、まあ、その得られるインセンティブが変わってきますよっていう設計が。 まあ、取られているし、まあ、プロジェクト側も当然それを見越して入ってくる方が多いってことを見越して、はいまあ、ここに向けてインセンティブ設計を作ったりとかしているとはいうですね。はい、はいあの。おのおののチェーンごとにやっぱ違うので、あの戦略が、それはあの参考にするべきかなというのは思いますね。はい。わかりました、はい。でですね。えー、っと。 クラウドローンっていうのが基本的にこのオークションより前にスタートします。で、このクラウドローンで集めたあのトークンをこのオークションで使うんですけど、ポルカドット、草間もは、えー、キャンドルオークションっていうオークション方式をとっていて、まあ、単純にオークションが最後に終わった時に一番トークンを集めてるチームが勝ちますよってわけじゃないんですね。うん、うんその。その方式だと一番最後の最後にめっちゃ入札入るじゃないですか。 まあそううですすよよねね、はい、普通はそそ思いまれを避けなければいけなくてで面白いのがこのオークションの最中にこのトークンをこうロックしていきますとでオークションが終わった後に、えー、ランダムナンバーが選ばれてこのオークションの最初からこの終了地点のどこかでこう切られるんですねでこの切られた時点で1番だった人が勝者です おね、もちろんそのランダムナンバーは例えば w スリ3ファウンデーションとかが作為的に選べないようにしてます。あアルゴリズム的に決まるみたいなことですえ、ね。となると、例えばですけどじゃあオークション始まって1日で終わっちゃう可能性もあるし、はい、その1日に日数はこれブロック単位で見てるんですかでブロック単位で見てますねなるほどオークション自体は例えば何日かまだ分かってないんですけど7日って言ったら7日はやるんですよ。 はい,はいはいはい。ただ実際は、一日で終わってる可能性はあります。じゃあ、そうなると、まあ、あの、まあ、当たり前ですけど、このクラウドローンを使って。フルエネルギー充電した状態で。はい、でででせーので、オープンした時には、全力で、あの、クションに参加しに行くっていうのが、まあ、あの、プロジェクトの。戦術になりそうだってことですよね。そうですね。興味深いですね。で、できるだけ集めて集めて。うん、最初からぶしかますっていうのが、あの、戦略になる。なるほど、そうですね。だから後足じゃんけんが通用しない。 ボクシションシステムってこといいこでですねですねねなな面白い、ね、はい、そういうやり方をとっててこれ実際にもうあの英語であの我々は資料化をしてるのであの、まあ、見ていただけたらいいなというふうに思っていますで日本語でもちょっと時間が今ないんですけど作って書こうと思ってますはい、はい、ちょっと日本語のリリースというかこのドキュメントができた際はきっと渡辺さんのツイッターとかからシェアがされるかなと。 そうですね、思ってるんで、皆さん、ぜひ、あ,<と>あの、ステグラムの日本語グループとかもあるので、<を>そっちでやります。ぜひ、その辺、チェックをしてください,、はい。で、クラウドローンとオークションの順番なんですけど、えまず、このプロジェクト側がクラウドローンキャンペーンというものを作ります。で、えー、実際にあのトランザクションをイニシエイトします。でこれ、面白いのが、 このユーザーは実際に KSM トークンを我々に送らないんですね。ユーザーのアカウントで管理するんですね。ほうほう。この Contributor should not send KSM トークンっていうアナ h エクスターナルアカウントって書いてあるんで、送らないんです。ただ、うんうん、あの、すごい特殊なトランザクションを送る、あの、発生させる。達、う、成、ん、させて、トークン自体は送ってないんだけど、そのトークンの役割を譲渡してる、譲渡してるんですよね。 おお、面白いですね。なるほど。だから、アカウントにロックされた状態なんですね。そのオークションが終わるまで。自分のアカウントに。あなるほど、なるほど。じゃあ、<構>自分のウレット内で、自分でロックをかけてるみたいなことですよね。そうそうそう。だから、あのスキャムに気をつけてほしいです、えー。実際にトークを送れって言ったら、そスキャムなんで。なるほど、なるほど。あ、ここすごいいいポイントですね。なるほど、なるほど。多分皆さん初めてだから。法律的にも結構重要なポイントだと思ってて、送ってないんですよ。うん 自分の意思で自分のウォレック前にある残高をロックしてるってことですね、自分の権そ,でそ,ででそのロックした、なんて言えばいいですかね、ロックした権利、ロックしたトークなるほど、なるほど、自分は自分でロックしましたよという証明書をブロックチェーンに通して送ることで、あそ,でね、それが<前>あのロックしたっていう証明書として認識されますよって、このオークションに使えるような、なんてうんですかね、パワーとしてし。 管理されますよってことなるほど、なるほど。興味深いです。なるほど、なるほど。じゃあ、トークンをくれっていうプロジェクトがとか、なんか、ツイッターの投稿とかが出そうな気がするので、ここは非常に勉強になります。キャム,ャムはい。で、実際にそのユーザー側は、そのクラウドローンにコントリビュートするわけですね。で、実際にあのコントリビュートしたチームが、あのオークションに勝ったら、 その、つながってる期間中はそのトークンがロックされて、つながった期間が外れたら戻ってきます。全額。うんうんうん,うんうんうん。あのー、多分ガスフィーはちょっと払わないといけないんですけど、まあ、ほ,ほぼ全額戻ってきます。なるほど、なるほど。ここ大事ですね。だから、ICO でもなければ、あの、資金調達でもないんですね。うん,うんうんうん。でも、この仕組みって、 ポ、あのー、ルカドットの中での、まあ、ICO だって言われてますね。うんうんうん。それくらい、まあ、あの一大イベント。な,ほどなるほど。そうですよね。間違いないように多分言うと、ちょっと丁寧に補足をさせてもらうと、あれですよね、だからお金を集めてるわけじゃなくて、もともと KSM っていう草間の,そのネイティブトークンはすでにもうマーケットに輸出されていて、はい、マーケットで買うことができますと。でその状態でホルダーの数置が世界中に散っていて、その人たちの力がどんどん 新しくそのつながるブロックチェーンを応援するかみたいなところに割り当てられるというかですね、それがまあ、ボーティングとして機能するっていうのが今回の,そのオークションシステムっていう感じですよね。はいなるほど。そうです。だからなんか、まあ、変な誤解がないようにしたいなっていうのは思いますね。そうですね、まあ多分資金調達だっていう風なところは多分こう、なんかこう、ICO とか聞くとすごく思ってしまったり、なんか、ちょっと怪しいなと思ったりとかするところが多いと思うので。 そういうわけではなくて、もともと草間トークを持っている人たちから、えー、KSM を持っている人たちがあのそういうことを行えるということと、まあ、それによって新しくつながるブロックチェーンが決まるよというシステムだということが、はい、ついに初めて動き出すと。はい、これからどっどん本体の方でもこのオークションをやっていないと思うので、草間、はい、で初めてという形ですね。このいわゆるこうあのインターオペラビリティのあるブロックチェーンをつなぎに行くという作業ですよね。ここにつながる ブロックチェーンで、まあ、あのー、有力な候補の一つとなっているのが、我々のブロックチェーンで、支、えー、電ネットワークって言います。これ、あのー、はい、日本語の支電から取ってて、あの紫の雷ですね。かっこいい。から取ってます。ちょっと日本語ライクにしたいなと思ってて。<laughs> <で>これ、アメリカ、英語ではシャイ,シャイデン。シャイデンですね。シャイデン。で、これは何かというと、ポルカドット、クサマのリレーチェーンと大元の心臓部分、スマートコントラクトサポートしないんですね。 なので、誰かがアプリケーションを作りたいってなったときに誰も作れないんですよ。そのポルカドットと格差くさ本体では。でなので、この接続しているブロックチェーン上でアプリケーションをサポートする必要があります。でそのときに重要なのがあの、我々の場合はマルチバーチャルマシンとマルチチェーンっていう2個の大きな特徴があって、マルチバーチャルマシンはまあイーサリアムバーチャルマシンの EVM 互換で、基本的にイーサリアムのソリディティコントラクトは全部サポートできます。 と同時に WASM っていう新しい最先端なブロックチェーン業界でいうとまあ最先端な、えー、バーチャルマシンがあって、えーまあ、違う系統のスマートコントラクトもサポートできます。で、ポルカドットはこの WASM がネイティブなんですね。そうですね。ここをサポートできるって両方サポートしてこれインタラクティブになるっていうのが結構強いところであともう一個マルチチチェーンっていうのはイーサリアムとのブリッジとかコスモスとのブリッジとかをもう作ってます。 プラス、あのー、レイヤー2だとか、あとダップスステーキングっていう超強い特徴があって、あのー、ユーザーがスマートコントラクトを開発することで、トークンがベーシックインカムとして入るんですね。で、そうすると、まあ、開発者をかなりインセンティブ設計、インセンティブ付けをして、ネットワークの上にどんどんスマートコントラクトがデプロイされていくんじゃないかなというふうに思います。 なるほどちゃんとダップスを呼び込むための施策もあるということですね。ういうはい。で、我々は、まあ、15%のトークンをこの最初のオークションで、えー、配布します。で、このいくらじゃあ1人当たりもらえるかっていうと、預けたタイミングと、預けた KSM トークンの、えー、量に応じて決まります。で、11ヶ月ロックされるんですけど、 えー、シャイデントークンに関して、SDN トークンに関しては、1か月のロックと9か月のベスティングがあります。はい。で、これ。一応ベ、<何>ベスティングの概念をもうちょっと日本語でも一緒に。ああ、そうですね。あのー、例えば鈴木さんが100トークンもらえる権利があるとしたら、1か月ごとに、まあ、の10とか15とかのトークンずつ分配されます。 なるほど。はい。はい。ありがとうございます。で、これが重要な図なんですけど、これボーナスレートで、こっちタイムラインですね。で、まあ、あの、何が言いたいかっていうと、早く入れば早く入るだけ、いっぱいたくさんトークンもらえますよっていう仕組みにしてます。で、さっき見たみたいに、クラウドローンの最初に、ね、エネルギーをたくさん充電していくことが大事なので、オークションに入られてもあんまりいらないんですよね、そのトークンでなので、クラウドローンに入ってくださいみたいな。 形で我々はやってますね、まあ、ここはあのプロジェクト次第だと思います。あの、なんでしょう、戦略がですね。で、も,もっと厳密にやると、なんかこういう式があって、あの計算されて配布されますっていうのがあります。ただ、これは理解する必要はないですね <laughs>、はい。で、実際にじゃあどうやって参加するかというと、セントラライズエクスチェンジがまずサポートします。えー、OKEX、OK、と褒美と あと、クラケンがもうサポートするっていうのは発表してます。でそれか、このポルカドット JS っていうポータルがあるので、ここから参加するかですね。で、ちょっとこれも日本語でどうやってこれやるかっていう情報は、あのー、書いていきます。が、まずこのポルカドット JS っていう、このメタマスクみたいなのをダウンロードして、えー、このネットワークっていうところのパラチェーンに行っていただいて、で、この、 クラウドローンもしくはオークションでと,ところから入るってことですね。で、まだこれ何も始まってないんですけど、クラウドローンが始まると、ここにプロジェクトがリスティングされていくので、ここにアドファンドっていうのをやって、えー、どのアドレスからどれだけの KSM トークンを、あのー、ファンディングしますっていうのをやる必要があります。そうですね。なるほど、なるほど。じゃあ、ここでさっきおっしゃってた自分で自分のロックをするっていうアクションを取っていくと。そうです。いう作業ですね。はい。 はい。といったような形になります。鈴木さんの方から何かご質問とはありますかえっと、まあ、今回、この、えー、っと、初めて、まあ、ポルカドット系、草間のチェーンでの方での、まあ、パラチェーンオークションかなと思いますけど、今参加するパラチェーン候補のブロックチェーンたちって今、どのくらいの数がいるんでしょうかその自然ネットワーク以外にどのくらいいるんでしょうか今、多分15とかですね。なるほど、なるほど。それは、はい、えっと、 他にちなみにこうどんなチェーンがあるかってなんか少しご紹介いただけたりしますかせっかくなので。あ、はい。えっと、ディファイ特化のアカラとか、あと、デックス作っているチェーン X っていうチームだとか、あと、DID 系のキルトっていうプロジェクトとか、あの、あと、ヒトカに特化したファラーだとか、えっと、 そうですね。じゃあ、それぞれの、まあ、ブロックチェーンが自分たちがつながることで、こういう機能をあの草間ネットワークに持ち込めるよっていうところを、まあ、売りにして、うまあ、ある種こう、まあ、バトルって言ったらあれですけど、スロットを、スロットを巡ってオークションしていくっていう表現でいいですかね。そうですね。<を>すねはい、していくということですね。分かりました。はい。ありがとうございます。はい。えっと、多分もう来週とか再来週とかに始まると思うので、で、今見たように、 オークションに入るためには KSM トークンが必要で、まあ、ドットボルカドットの場合はドットが必要ですみたいな形になりますね。で、はい、結構あの一大イベントになると思うので、あのーまあ、楽しみですし、まあ、しっかり日本語でも情報を発信していけたらなと思います。そうですよね、まあ、参加する参加しないはもちろん皆さんのご判断なのであれ別々別の話ですけどそれとは別にまあちょっとどういう試みが今 えっと、草間上でされているのかとか、これ仕組みってどういうふうに成り立っているんだとか、何が新しいんだっけみたいなところを、ちょっとぜひこう体験するいい機会、リアルタイムで体験できるいい機会になるんじゃないかなっていうふうに私も思ってます。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日は、あのー、こういう形で草間オークションについて説明をさせていただきました。はい。また来週お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。